ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、石に灸。全く効果も効用もないことの例え。お灸とは、もぐさを皮膚の上に置いて燃やし、その温熱刺激によって体調を整える治療技術のことです。悪さをした人に対して、きつく注意したり、罰を加えたりして懲らしめることを、お灸を据える、なんて言ったりもするよね。それくらい、お灸を据えられると熱いわけですが、感覚のない石にしたところで何も感じるわけでもなく、また、肩こりのように石の硬さがほぐれるわけでもない。石にお灸を据えても何の効果もないのと同じ、無駄であることを例えて言った言葉になります。ちなみに、お灸の歴史は古くて、約3000年前の古代中国の北方地方において発明されたとされています。日本には6世紀頃に仏教の伝来とともに伝わったようです。なお、最近のお灸はそんなに熱くならないので、みんなも恐れずトライしてみましょう。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。To roast a stone. 今日のチェックポイント。roast.〇〇をローストする。ローストとは調理法の一つで、炙ったり蒸し焼きにしたりすることです。stone 石。相手がどんなに心を込めて言ってくれても、石のように凝り固まった頭で聞いていては、せっかくのいい意見も無駄になってしまうわ。頑固な頭は柔らかくして、相手を受け入れる気持ちを持つようにしましょうね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya! チャンネル登録すると、新着動画の通知が届くよ。見逃さないでね。